はい、どうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラナインをやっていきたいと思います。ということで皆さん見てくださいよ、こちら。はい、 UR いわきちゃんゲットできました。やった。いや、びっくりしましたね。これおはガチャでゲットしたんですけど、今日がね最終日なんですよ、このいわきちゃんのスカウト。はい、その最終日で見事におはガチャでゲットすることができました。いや、なんか最終日で UR ゲットできること多いな俺はい、ということでですね、いや、めちゃくちゃ嬉しいですこれは。はい、もう皆さんね、ストーリーとかも、もう見たと思いますけれども、まあ僕もね動画にしたんで見てくれてる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、いや、あのシーンね、あのお話の後にこのシーンが欲しくならないわけがない。うん。まあ試合後ですね、キリちゃんと、いわきパイセンがこういろいろ話すっていうストーリーだったんですけれども、いや、まああれ見た後にね、これめちゃくちゃ欲しくなったんですよね。うん。はい。で、これね、ツイッターでリン・レイファの中の人ね、 CV やってる福尾結衣さんもね同じこと言ってまして、今回のシナリオ読んで岩城先輩ゲットしたくならない人いるっていうね言っておりましたけど、ほんまにそうですね、ほんまに欲しかったんでこれは嬉しいですね。まあちょっとナインスターはなかったんで、まあ、ちょっとおはガチャでやるしかないなと思っておはガチャでやってたんですけど、まさか出てくれると思ってなかったですね。いや、これは嬉しい。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回はですね、こちらのストーリーをね、まあいろいろ見ていこうかなと思います。せっかくなんで。うん。で、まあこれいわきパイセンねゲットできなかった人も、まあこの動画でまあリンクの話やったりとか悩み解消時のエピソードとかもまあ見れますので、ぜひよかったら最後まで見ていってください。はい、じゃあまずね、上から見ていきましょう。キリ、どうしたんだ突然。話がしたい。よし、わかった。キリの話ならうちはいつでも聞くぞ。やっぱフルボイスいいっすね。もうこれから全ストーリーフルボイスにしてほしいってぐらいいいですね。はい。ということで、まあ本当にいい話でしたよね、あれも。まあなんか最後は千尋とキリちゃんと岩城パイセンで、最後は3人でね、野球またしたいねっていう約束を交わして終わっておりましたけれども、うん、まあその続きの話も早く見たいけれども、まあもう少し後になりそうですね。じゃあ次、悩み解消時エピソード見ていこうか。8月のシンデレラナイン。うん、いい天気だ。部活も休みだし、今日は一日ゆっくり過ごせそうだぞ。どこ行ったんだろう。お、千代ちゃんどうした。あれは、おー、一応どうしたんだ。あ、千代ちゃんでかいななんかいわきパイセンと並ぶとでかく見えますね、余計。あ、いわき先輩、この辺りでピンクの飾りがついたヘアゴムをなくしてしまったみたいで。何、それは大変だ。うちも一緒に探そう。え、そんな、小さくて見つけづらいと思うので。いやうちと千代の仲だ、遠慮することはないぞ。そんな仲良かったっけうむむ、かれこれ3時間ほど経つが全然見つからないな。そんなに探したん。次は川の近くを探してみるか。ん、どうした、千代。これだけ探しても見つからないので諦めようかと。いいのか。はい、これ以上岩木先輩に迷惑はかけられないですし。ふむ、しかし大切なものだったんじゃないか。中学生の頃、そらちゃんからもらったんです。練習試合の時ヘアゴムを忘れてしまって。でもピンクの飾り付きなんてそらちゃんは使わないですし、もしかしたら。あ、プレゼントしてくれたみたいなね。あ、すいません、つまらない話をしてしまって。帰りましょう岩木先輩。きっとこれから新しい思い出ができるはずなので大丈夫です。今度何かお礼をさせてください。いや待て千代、新しい思い出を作ることはもちろんいい、でも思い出を諦めるのは違う気がする。そのヘアゴムを今までどんな思いで千代が持ち続けてきたのかうちにはわからないが、でもあれだけ必死な顔をして探していたものに熱い思いが乗ってないわけがない。もう少し頑張ってみないか。日没までまだもう少し時間はあるぞ岩城先輩。はい、ありがとうございます。もう少しだけお願いします。いや、千代ちゃん可愛いなやっぱり。よし、よし、そうと決まればうちは川の方を。キラン。え、見つかったんちゃん。む、今向こうで何か光らなかったか。あ、これです。この飾り
やっぱりゴムが切れちゃってたんですね。あったんや、よかったよかった。そうか、西日が差して諦めなくてよかった。岩木先輩ありがとうございます。もうなくしません。それに今日のことも忘れません。これはソラちゃんとの思い出が詰まってましたが、岩木先輩との新しい思い出にもなったので。新しい思い出か。うむ、うちも千代との思い出が刻まれて嬉しいぞ。わーはは。いや、いいっすね。はい、ということで、まあ1年生と3年生なかなか変わるもの機会ないかなって思うんですが、と思い出ができてよかったんじゃないですか。うん。まあ実際の部活とかでもさ、こう1年生と3年生ってなかなか絡みないですよね。うん、僕はあんまなかったんですけど。まあそれで思い出ができたのは非常に良かったんじゃないかなと思いますね。うん、まあこういう素朴なねストーリーもいいですよね。はい。そしてソラちゃんやりますね。ソラちゃんのやつ貸してもらったって言ってたけれども、まあ実際は多分千代のために買ってあげてたんでしょうね。うん、ということで、ございました。じゃあ次、覚醒時再生エピソードいきましょう。うちは信じているぞ。千尋は必ずうちの勇姿を見ていてくれるはずだ。いやーね、いいよねこのシーン。本当に実際見ててくれたもんね。うん、それがまたエモいよね。そしてこう千尋ちゃんもこう闇がちょっと晴れたというかね、うん、ちょっとは明るくね、やっていけるんじゃないでしょうかというところでね。そして姉妹のね関係も、キリちゃんと千尋ちゃんの関係もまあ良くなったんじゃないでしょうかっていうところで、岩木先輩ね非常にいい働きというか本当にいい動きをしてくれました。はい、いや本当にすごい人ですねこの人は。はい、ということで、じゃあ残り3つですね。こっからはまあリンク開放した時に見れるエピソードですね。じゃあ、見ていきましょう。8月のシンデレラ9。じゃあまずは直江からですね。はい、よし、朝練も終わったし今日も一日気合い入れていくぞ。お、直江ちゃん。あ、岩木先輩ちょっと待ってください。ん、どうしたんだ太夫。その学ランのボタンが取れかけていて。お、何しまった。うちの大切な一長羅が。あ、よかったら付け直しましょうか。まあ直江はこういうの得意でしょうね。本当か、タイは裁縫ができるんだな。はい、母が着付け教室をやっていて、いろいろ教わったので多少ですが。なんか直江の母が着付け教室やってるって話なんかやたら出てくるな。よく、なんかよく聞くぞ。おお、それはすごいな。いや、しかしやってもらうことはできん。え、グラブのように自分が大切にしている道具は自分で手入れするべきだろう。だから裁縫を教えてくれないか。はい、私でよければ。わ、苦手そう。数分後。これでいいのか。そうです、そのまま針を通して糸がたるまないようにしっかり引っ張って。いた、大丈夫ですか。なんのこれ式だ。そんな一大事なことじゃないけど別に。それよりこれを下に引っ張るんだよな。はい、それで余分な糸を切れば。おお、できたぞ、太陽のおかげだ。私はただやり方を教えただけで、岩木先輩のお裁縫の筋が良かったんですよ。でも無事にボタンをつけ直せて良かったです。これでまた学ランを着続けられる。本当に感謝するぞ太陽。あ、そうだ、ちょっと待ってくれ。ん？これも自分で直したいんだ。太夫、教えてもらえるか？応援団旗、腕章にたすき。めちゃくちゃあるやん。めちゃくちゃボロボロなってるやん。ああ、長く使い続けている大切な道具たちだ。ずっとほつれが気になってたんだが、今までどうすることもできなくて。すいません、さすがにこれを全部すぐにというのは。そうか、そうだな、すまん太夫、気にしないでくれ。でも少しずつやれば必ずできます。え、それは私が教えるのでコツコツやっていきましょう。おお、感謝するぞ、よろしく頼む太夫。いや、太夫師匠。
師匠になりましたよ。なんか年齢逆やけどいける？ピッピエー、師匠？それはやめてください、岩木先輩。あー、いいじゃないか。また素朴な話やったな。なんでもない話でしたけど、まあなんか意外と得意なんやな。なんか苦手そうやのにな、裁縫とか細かいこと。意外と得意だったみたいでね、うまいことやっておりましたけれども、まあただまあ他にもワンショーとかね、旗とかね、あのタスキとかいろいろね、もうボロボロなってて、それも直していこうという感じになっておりましたけれどもね、果たしてちゃんと直すことはできたんでしょうか。気になりますね。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。次ね、アサラパイセンでございます。8月のシンデレラナイン。さあ、同級生はどういう話をするんでしょうか。補習の課題に手間取っていつの間にか外が真っ暗になってしまったな。いわきパイセンね、勉強苦手ですからね。しかも雨まで降ってくるなんて、かわいそう。雨降ってるわ。お、疲れたのだ。今日の葵たちはついてないのだ。何か楽しいことがしたいのだ。仕方ない、こういう日もあるものだ。それより雨が強くなる前に早く帰らないとな。あ、そういえば中谷が前に話してたのだ。こんな雨の夜に学校に残っているとどこからともなく。コツ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 、そう、こんな風に足音がして。え、コツ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 、おい、足音が近づいて、その音に慌てて振り返ると、いや、もうなんか浅田パイセン節が出てますね。さっきのタヨちゃんとは大違いですね。ゴロゴロゴロドーン。うわー、なんだ、一体何が起きたんだ。真っ暗なのだ、停電なのだ。あなたたち、うわー、お化け。お化け？ちょっと岩木さん落ち着いて。へ、ああ、架け橋先生ね、大丈夫？桃子先生。雷が落ちて一瞬停電しちゃったみたい。とにかくもう遅いし、あなたたちは早く帰りなさいね。大丈夫？その雷鳴ってるけど帰っていける？はーい、桃っち先生、さよならなのだ。桃っち先生って呼んでんの？そうなんや。ふう、本物のお化けかと思った。団長、もしかしてお化けが怖いのだ？いや、そんなことは。葵はなんだかワクワクしてきたのだ。団長、二人で夜の学校探検に出発進行なのだ。大丈夫か？おい、葵、ちょっと待っ。うわ、めちゃくちゃ雷鳴ってるやん。ヒヒー、くぅ、雷め。雷苦手なんですね。あれ、葵、おい。しまった、見失ってしまったぞ。どんだけ学校で見失うことある？はい、ということで見ていきましたけれども、まあなんかやっぱ浅田パイセン節が効いてるというかね、さっきの直江ちゃんはすごい素朴でしたが、この浅田パイセンはちょっとやんちゃというか、やっぱりちょっとぶっ飛んでますよね、話の内容も。はい、ということで、めちゃくちゃ雷鳴ってたけどさ、帰って大丈夫？それもなんか逆に危ないから、ちょっと学校おった方がいいんじゃん、って思いますけどね、逆に。はい、ということで、じゃあラストですね、浅田パイセン、さっきの続きかな。わあ、外真っ暗やな。ん、この教室電気がついてる。もしかしてここにいるのか。おーい、葵。あれ、すまん。じゃないな、すまん、友達と間違えたんだ。なあ、ここにショートカットの女子生徒が来なかったか。知らない。大丈夫？この女子生徒すごいテンション低いけど、帰らんで大丈夫？補習疲れたんか。あ、この女子生徒も補習でめちゃくちゃ疲れたんかな。知らないって言ってたけど。そうか、困ったな。あ、そうだ、 LINE で連絡を取れば。ん、なんだ、県外？あれ、おかしいな、雷か。友達が欲しい。大丈夫？怖い、何、私はずっと一人ぼっち。そうか、なら野球部に入ればいい。すごいなこいつ。
部員の性格は様々だが、みんな優しいぞ。きっとお前にも気の合う仲間ができる。どうだ、興味があるならうちが。団長、どこなのだ。お、いましたね。ほら、今声が聞こえたのも野球部の一員なんだ。青い、こっちだこっち。おお、ようやく見つけたのだ。はぐれたことに気づいて慌てて探してたのだ。自由やな。それで今誰と話してたのだ。ああ、うちは今この下級生を野球部に勧誘していたところだ。な、おらんのやろ。あれ、いないな。帰ったのか。しかしいつの間に。いやー、これもやばいやつと話してるやん。幽霊のやつじゃん。ということがあったんだ。うっかりしてて名前を尋ねるのを忘れてしまったんだが、そろそろ彼女が入部届を持ってくるかもしれない。へえ、それは楽しみですにゃ。最近入部希望者は来てないですしにゃ。もし見かけたら優しくしてやってくれ。じゃ、また後でな。了解しましたにゃ。中屋の言っていた噂は嘘だったのだ。あの日は特に何も起こらなかったのだ。いや、怒ってる怒ってる。いわきパイセンの元に怒ってるよ。まあ噂は噂ですからにゃ。信じるか信じないかはあなた次第ですにゃ。お、桃子先生、何の話してるの。この前パイセンたちが遅くまで居残りしてた時の話ですにゃ。一人で残ってた生徒を野球部に勧誘したみたいで。ああ、あの日の話ね。でもその話おかしいわね。私は教室全部を確認したけど、あの時間はもう浅田さんと岩木さんしか残っていなかったはずよ。え、じゃあ岩木パイセンがあったのは誰なんだにゃ。もしかして噂は本当だったのだ。テンション上がってるやん。今すぐ岩木パイセンにも報告ですにゃ。あ、それは待つのだ中綾。団長はその子が入部希望者だと思って楽しみにしているのだ。だから団長には秘密でいいのだ。何それ。あの子とも早く一緒に野球ができるといいな。よーしパチコーイ。あー、ほんまにそう思ってるわ。はい、ということで見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、放課後のね、まあ補習で夜遅くなってしまって、しかも雨降ってて、で雷もめちゃくちゃ鳴ってるとっていう、まああの本編ではまあ見れないようなお話でございましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、なかなかね、良かったね。岩木先輩が話してたのは、まあ幽霊というか、なんというかね、そういうものだったんじゃないのかなというお話でございました。はい、ということで、今回のお話良かったと思ったら、コメント欄に書いていてください。そしてね、UR おめでとうというコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあこの岩木パイセンもね、もうちょっと頑張って育てたいと思います。ちょっとね、絆の化粧極みが、なんか微妙に足りなくて、あまりちょっとまだ、強化できてないんですけど、まあしっかり強化してね、使っていこうかなと思います。はい、というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスイ南水さんのチョスでした。バイバーイ。